皆さん、こんにちは。緩和ケア医の木下英也と申します。つながる、届く、緩和ケア。第105回目の今回は、癌医療の時間特性、タイム特シティを考える。本チャンネル、第95回、癌医療の経済特性を考える。では、癌医療における患者の経済的負担について解説しました。 概要欄にリンクを貼っておきます。経済毒性は、癌医療の進歩における影の部分でもあり、癌医療が進歩すればするほど、癌治療が長期間にわたり、国民皆保険、高額療養費、限度額適用認定などの社会保障制度がある我が国においても、患者の経済的な負担が増加してきているという 問題を取り上げました。今回はもう一つの問題、時間特性について解説します。きっと時間毒性という言葉を耳にしたことがある方はほとんどいないですよね。この問題は最近注目されつつあります。それでは本題に入ります。時間毒性はタイムトキシティの直訳です。これについて解説している 代表的な論文は2002年米国臨床腫瘍学会の機関誌である Journal of Clinical Oncology に掲載されたこの論文です。概要欄にリンクを貼っておきます。端的に言うと時間毒性とはがん治療に要する様々な時間の合計です。具体的には通院にかかる時間、 外来での待ち時間、検査にかかる時間、診察にかかる時間、外来で抗がん剤の点滴、注射を受ける時間、薬局で薬を受け取るのにかかる時間、リハビリテーションにかかる時間、副作用などによる緊急受診、入院期間などの合計です。なぜ、時間毒性という概念が 提案されたのか。抗がん治療は進歩して進行がんと診断されても治療を受けながらがんと共生できるようになってきました。しかし生活ががん治療に支配されて治療に要する時間が多くなってきているのではないか。特に残された時間ががんによって限られてしまう状態にある患者においては抗がん剤治療によって 得られる生存期間の延長に対して治療にかかる時間がどの程度かは患者が治療選択をする際に重要な情報である。これが時間毒性という概念が提案された理由です。先ほどの論文で具体的なモデルが示されています。この図です。オプション A は抗がん治療を受ける場合、 オプション B は抗がん治療を受けない場合です。A では生存期間は150日で自宅で過ごした時間は90日。B では生存期間は120日で自宅で過ごした時間は115日。赤い部分が治療に要する時間。青い部分が自宅で過ごした時間です。抗がん治療を受けることで 30日延命が可能であったが、家で過ごした時間はむしろ25日短くなったというモデルが示されています。こうなると抗がん治療を受ける意味合いはどうかこれらを知った上で個人の価値観意向でどちらを選択するか今回は抗がん剤治療による副作用として新たに 注目されつつある時間独性について解説しました。ここで一点はっきりさせておきたいのは、決して癌医療の経済独性や時間独性を取り上げることで、私が抗がん剤治療に対して消極的反対という考えを持っているわけではないということです。皆さんが抗がん剤治療を受ける上での参考になればということで、 これらの話題を取り上げました。本動画が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。では、また来週。